いつもご覧いただきありがとうございます。本要約チャンネルのりょうです。本日ご紹介する本は、本当の定年後、小さな仕事が日本社会を救うです。本書の中から本日ご紹介いたします内容は以下の3つ。第1章、60代の年収は180万円まで下がる。老後を豊かに生き抜くために今すぐやるべき〇〇とは。第2章、70歳男性の半分は働いている。それでも幸福に生きるためには〇〇が重要。第3章、定年後はむしろ幸福度が上昇する。幸せな老後を生きるために必須の小さな〇〇とは。どれもとても大切な内容です。ぜひ最後まで見ていってください。それでは早速参りましょう。第1章、定年後の年収は180万円まで下がり続ける。老後を豊かに生き抜くためにやるべき〇〇とは。皆さんは老後のために貯金や投資をしていますでしょうか。この円安の影響もあって物価が上がり、なかなか貯めることができていないという人が多いのではないでしょうか。老後に潤沢な資産があるという人は、まあそれはそれで幸せに生きていけばいいと思いますが、そうじゃない大多数の人はきっと老後も生きるために仕事をしなくてはなりません。ということで気になってくるのが、もし定年後働いたとしたらいくらくらいもらえるんだろうという定年後の年収です。この定年後の年収については、国税庁民間給与実態統計調査を見てみると、その実態を知ることができます。実際に見てみるとですね、本書執筆時に公開されていた令和元年における給与所得者の平均年収は 436.4 万円となっております。この調査には国内で働くすべての給与取得者が含まれており、フルタイムで正社員として働く人はもちろん、パート労働者なども含まれた数値です。意外と平均年収って高いですよね。この給与取得者の平均年収は20歳から24歳の 263.9 万円から年齢を重ねるごとに右肩上がりで上昇。ピークを迎えるのが55歳から59歳の 518.4 万円となります。そしてそのまま上昇し続けるかと思いきや、多くの人が定年を迎える60歳以降、給与は大きく減少することになるんです。どのくらい下がるのかと言いますと、60歳から64歳には 410.7 万円。65歳から69歳では 323.8 万円、70歳以降は 282.3 万円まで下がってしまうんです。そりゃ定年して仕事を辞める人がいるんだから平均は下がるのが当たり前だろうと思われた方もいるかもしれません。ですがこの調査が集計しているのは民間給与取得者で、かつ1年間を通して就業している人の給与額の平均です。つまりこれは働いている人だけを集めて計算した平均なんです。そう考えると老後の労働はめちゃくちゃ厳しいんだなと感じてしまいますよね。ただこれは給与取得者に限った平均のためまだマシな結果なんです。というのも高齢就業者は自営業者であることも多く、給与を得る人はそこまで多くないからなんですね。このため給与取得者だけで計算するのではなく、自営業者も含めた平均値を見ていきますと、より恐ろしい実態がつかめてきます。自営業者を含む就業者全体の給与も50代でピークを迎え、その後低下していきます。ピークが54歳から56歳の451万円、60代前半では平均収入は357万円で、60代後半に目を移すと平均額はなんと256万円まで下がります。さらにさらに中央値で見ると、54歳から56歳時点で400万円だったのが、60代前半では280万円、60代後半ではなんと180万円まで下がってしまうんです。
つまり定年後の就業者の収入の実態を探っていくと、300万円以下の収入の人が大半であり、最終的には200万円に満たない180万円以下になってしまう人が世の中の多数派ということなんですね。働いている人だけで計算してこれですから、いやはや厳しいと言わざるを得ません。年を重ねるごとに収入は着実に減少する、これは紛れもない事実なんです。定年後高収入を実現している人は現実的な人数としてはそう多くない。まずはこれを受け入れなくてはいけませんと脅かすようなことを言ってきましたが、だからこそ辛く苦しい老後が待っているという話が本書でされているわけではないんですね。むしろ本書では定年後の仕事によってより人生が豊かに幸せになるんだよという話が展開されているんです。給料が激減するのにどうして幸せになれるんだよとお怒りの方、ぜひぜひ最後までご視聴くださいませ。さて、給料が激減するとなると心配なのは、その給料で本当に生活していけるのかということですよね。ですが本書ではここでも意外な事実が語られています。それは定年後の生活費は月30万円弱まで低下するということです。総務省家計調査から2人以上世帯の1月あたりの平均支出額を見ていきましょう。家計支出額は34歳以下の月 39.6 万円から年齢を重ねるごとに増大、ピークは50代前半の月 57.9 万円になります。皆さん50代前半には毎月60万円近くも生活費を使っているんですね。これには少し驚きました。しかしまあ確かにこのあたりまでの時期は家族の食費に教育費、住宅費、税、社会保険費ととにかくお金がかかるため、これはある程度当然のことなのかもしれません。その後は50代後半まで家計支出はずっと高いままなんですが、60代前半以降で減少していく傾向にあります。最も減少幅が大きいのは50代後半から60代前半にかけて、定年を境になんと月57万円から 43.6 万円と支出額が減るんです。60代前半以降も家計支出は減少を続け、60代後半時点で月 32.1 万円、70代前半時点で 29.9 万円まで出費は少なくなります。それ以降も緩やかに家計支出は減少、70代後半以降は月26万円程度で安定して推移するようになるという調査結果が得られているんですね。50代でかかっていた支出が70代後半には半分以下になる。何が一体これほどまで支出を下げているんでしょうか。そこについても詳しく見ておきましょう。まず支出額の減少に最も大きく寄与しているのは教育に関する費用です。ああ確かにとうなずいている人もいるのではないでしょうか。定年後に教育にお金がかかるという人はそれほど多くないはずです。長年家計の悩みの種であった教育に関する費用から解放され、生活費がぐっと下がる、それが定年前後のタイミングで起こりやすいというわけですね。この他にも詳細は本書を読んでいただきたいんですが、住宅ローンの平均返済金額が減ったり、税金や社会保険料も急激に減少、年金保険についてはそもそも保険料を支払う側から年金給付を受け取る側になるなど、収入支出に関して大きな変化が起きて、現役世代の時に抱いていた不安ほどに家計が苦しいという状況にはなりにくいという傾向があるんです。さらに多くの人が不安に駆られる保険医療費に関しても、65歳から74歳において平均月 1.7 万円となっており、保険医療に関する支出はそれほど多くはありませんと、まあいろいろごちゃごちゃ言いましたが、大切なのは高齢期の家計はそれほどキツキツじゃないよということです。40代や50代で現在の支出水準がこれからも続いていくような感覚を持ち、将来への不安を募らせてしまっている人も少なくないと思います。ですが実際には高齢期の家計に過度な不安を抱く必要はないんです。ただそうは言ってもなんだかんだで月30万円前後は生活費がかかるわけで、ただで暮らしていくことができるわけではありません。定年後の支出額は定年前と比較して大きく減少する。
そして60代中盤以降は何と言っても年金給付を受けることができる。じゃあ結局私たちは定年後にいくら稼ぐべきなのか、その結論を本書は導き出してくれているんです。結果から言いますと、月10万円、月に10万円稼ぐことができれば定年後の家計は十分に回るというんです。これは一体どういうことか紐解いていきましょう。仕事から引退した世帯の65歳から69歳までの収入額は合計でおよそ月25万円となります。社会保障給付やら民間の保険やら確定拠出年金などでちょこちょことお金が入ってくるわけですね。一方で先ほど見てきた通り、60代後半の支出額というのは月30万円前後ということは、不足分は5万円前後ということになります。つまりですね、定年後は年金に加えて月10万円ほど労働収入があれば家計は十分に回るということがここからわかるんです。もちろん各々定年後に入ってくる収入は違うでしょうし、支出も違うでしょう。ですがそれでも思ったよりも定年後バリバリ働かなきゃ食っていけないんだというほどでもないんだというイメージが湧くのではないでしょうか。さてここで先ほどの定年後の収入について再度見てみましょう。定年後の就業者の収入の実態は300万円以下の収入の人が大半であり、最終的には200万円に満たない180万円以下になってしまう人が世の中の多数派でしたよね。ですが仮に180万円だったとしても月の収入は15万円、月10万円という基準を十分に満たすことができるんです。本書では月15万円稼ぐことができれば平均的な世帯と比べても十分に裕福な暮らしができると述べられています。支出の不足分は5万円前後だったわけですから、月15万円稼ぐことができれば少し余裕を持って暮らしながら働けなる頃に備えてさらに貯蓄を積み立てることだってできるんです。さらに言えば、夫婦が共に月15万円から20万円を稼ぐことができれば世帯で月30万円超の収入となります。そうするとそもそも年金の給付を受ける必要すらなくなります。まだ体も元気に動かせる60代後半にこれだけ稼ぐことができますと、公的年金の支給開始年齢を遅らせさらに余裕を持った老後を過ごすことが可能です。確かにいつまで生きることができるかわからないから早めに支給開始したいという気持ちは十二分にわかります。実際令和2年度における老齢厚生年金の繰り下げ率はわずか 1%、 現状繰り下げ受給を選択する人はごくわずかなんです。しかし65歳以降も一定額の収入を無理なく稼ぐことができるのであれば、自分の可能な範囲で年金の受給年齢を遅らせることで高齢期の生活をより豊かなものにすることができるんです。というのも、高齢期に最も怖いこと、最大のリスクは当初の予定よりも長生きしてしまう可能性にあるんですね。もちろん健康に長生きするというのは素晴らしいことです。ですが一方で長生きには資産が足りなくなるというリスクがあります。もちろんこのリスクに対応するために貯蓄をたくさんするという選択肢や投資によって資金を増やすという選択もありますし、そうしている人も多くいると思います。ですが貯蓄には限度がありますし、投資にはそれ相応のリスクが伴います。こう考えたとき、公的年金は長生きのリスクを減らしてくれる優秀な選択の一つであるとわかります。著者は多くの人が現実的に取り得るあらゆる選択肢の中で最も人生のリスクに強い選択の一つが公的年金の受給開始年齢を遅らせることだと考えているんです。というのも、もともとの年金受給額が月20万円の世帯の場合、受給開始年齢を70歳まで繰り下げると年金受給額が月 28.4 万円に増えます。先ほど70代後半以降の家計支出は月26万円程度で安定して推移するという話をしましたが、この時点でその支出のすべてを年金だけで賄うことが可能になるんです。さらに75歳まで延長すれば月 36.8 万円にまで増えます。月 36.8 万円、ここまで年金受給額を増やすことができれば老後のための蓄財はほとんど必要ありません。
つまり定年後の60歳から70歳を働きながら年金なしで乗り切ることができれば、70歳以降はお金の心配をする必要はなくなるんです。こう言うと70歳まで受給開始年齢を遅らせても80歳で死んじゃったら損じゃんという声があるかもしれません。確かに思いもかけず短命に終わった場合、年金の受給開始年齢を遅らせることは結果として損につながってしまいます。しかし公的年金というのはあくまでリスクを最小化するための手段なんです。損得で考えるべきものではありません。ちなみに70歳0ヶ月で年金を受け取る場合、81歳10ヶ月、75歳0ヶ月の場合には86歳10ヶ月以上生きるとより多くお金をもらうことができます。ただだからといって80歳まで生きろそうもないし早めにもらおうという選択が正しいわけではないんです。90歳100歳まで生きる可能性がある以上、長生きをしてしまう保険として安心を買うために受給開始を遅らせる。70歳まで受給開始を耐えることができたら、あとは安心して何歳までだって生きることができます。75歳まで受給開始を耐えることができたら、いつまでもプチ贅沢ができちゃうかもしれません。元気に体が動く60代のうちは働く。それによって受給開始を遅らせ、一生涯の安心を買う。高齢期に安心して暮らせるために働けるうちは働いて、年金は働けなくなった時のために残しておくという選択肢は、多くの人がもっと積極的に検討してもいいんじゃないかと著者は語ります。もちろんどうしても働けない人が辛い思いをしてひもじい生活をしてまで受給開始を遅らせる必要はありません。ただ今現在余裕があるのに、ちょっと今贅沢をしたいからとか、将来年金がもらえるか不安だし早めにもらっちゃおうという考えに至る前に、少しこういった80歳90歳100歳になった自分のことを考えるということはしておいた方がいいのかもしれません。また定年後にも働けるうちは働き続けるというのは社会貢献にもなります。自身が食っていけるだけのお金を稼ぎ、社会的に支えられない側になるだけでも十分に大きな社会貢献なんです。定年後にたとえ多くなくても、自身ができる限りの仕事で一定の稼ぎを得ることが個人の生活にとっても社会にとっても非常に重要だということを覚えておいてください。さあでは以上で第一章をまとめておきましょう。ポイント1、定年後の収入の中央値は60代前半では280万円、60代後半ではなんと180万円まで下がる。ポイント2、定年後は教育に関する費用などが大幅に減るため、家計支出は30万円前後にまで減少する。ポイント3、仕事から引退した世帯の65歳から69歳までの収入額は、社会保障給付やら民間の保険や確定拠出年金などでちょこちょことお金が入ってくるため、合計でおよそ月25万円となり、追加で月10万円程度稼ぐことができれば豊かな老後を送ることができる。第2章、70歳男性の半分は働いている、それでも幸福に生きるためには〇〇が重要。月に10万円稼ぐことができれば定年後の家計は十分に回る。そういったことを知ってか知らずか、今や高齢者が働くのが当たり前の時代になりました。総務省の国勢調査によれば、2020年における70歳男性の就業率はなんと 45.7%。 すでに半数近くの70歳男性は働き続けるという選択を行っているんです。もちろんこれは男性に限った話ではありません。女性の高年齢者に関しても、ここ10年ほどで働きに出る人が凄まじい勢いで増えているんです。近い将来、定年後も働き続けることは当たり前になる。いや、もうすでに当たり前になりつつあるかもしれません。しかし、その実態について皆さんはしっかりと認識できていますでしょうか？会社勤めをしている人であれば、仮に自身が30代だったとして、自分が10年後にどういう働き方をしているかは、同じ会社内の40代を見れば想像がつきます。40代の人も同様に50代を見ればわかるはずです。しかし定年後の働き方はよくわからないという方が多いはず。なぜなら定年後の働き方を目にする機会がそれほど多くないからです。多くの人が知っている、思い描いている定年後の働き方は、おそらく再雇用や継続雇用だと思います。
いわゆる現役世代に働いていた会社でそのまま働くというやつですね。ですが生涯現役時代である現代においては、70歳になってもまたそれ以降に働くことも十分に考えられますよね。そうなるとこの再雇用や継続雇用というのは老後の仕事のほんの一部であるということに気がつけるはずです。なぜなら継続雇用の期間というのは多くの企業で5年ほどだからなんです。つまり私たちはその後60歳から5年ほど働いたその後、60代後半、70代前半、70代後半と年を重ねる中で新しい仕事をやらなくてはならない可能性が高いと言えるんです。あなたは一体老後どのような仕事に携わるのでしょうか。それを想像するのはとっても難しいですよね。しかし身近な例からある程度想像を膨らませることは可能です。先ほど定年後の働き方を目にする機会はそれほど多くないと言いましたが、それでも思い起こせば定年後に働いている人の姿をきっとあなたは目にしているはずです。例えば近年高齢の方が働いている光景を街中で目にする機会が増えていませんでしょうか。著者の生活圏内にあるコンビニエンスストアでも80歳近いと見られる女性の方が働いていると言います。若い人のようにテキパキと動けるわけではありません。ですがそれでも自分のペースで立派に働き自立することで社会貢献をしているんです。また各種施設で活躍されている警備員管理員には高齢の方が多いですよね。このような形であなたも定年後に働く可能性があるんだよということです。定年後働く理由は様々です。生活に十分に余裕はあるけれど、少しでも誰かの役に立ちたいと思って仕事をする方もいます。また日々の家計の足しにすることを目的としながら働いている人もいるでしょう。その事情は人それぞれ。ですがそこに共通するのは、定年後の小さな仕事を通じて豊かな暮らしを手に入れている人々の姿なんだと著者は言います。定年後に働かなきゃいけないのか嫌だなぁと思っている人が多いかもしれませんが、実態はむしろ定年後仕事があなたの人生をより豊かにより幸せにしてくれることを示しているんです。確かに定年後も専門職でバリバリ働く人もいますし、生活費を稼ぐために必死にやりたくないと思いながら仕事をする人もいます。ですがそれは典型例ではないんです。定年後の小さな仕事に無理なく従事しながら日々つつましくも幸せな生活を送っている人たちの姿こそが高齢期の典型であることを様々なデータが示してくれているんです。定年後の働き方は仕事に関する能力の向上を日々感じながら働く現役世代の働き方とは全く違ったものになります。というのもやはり60代以降に私たちの能力というのは確実に低下し、日々成長しながら働くという形から離れていかなくてはならないからです。しかしだからといって仕事に対する満足度や幸福度が低下するかというとそういうわけでもありません。定年前後を境に能力は低下、仕事の量のほか仕事の難しさや仕事における権限など仕事の質に関する項目、さらに仕事からの報酬も低下します。定年後に一定数の人が能力の低下を感じ、これに合わせて仕事のサイズも小さくなる、そして報酬も下がってしまう。こう言われると多くの人は定年後の仕事はきっとつまらないものになるんだろうなぁと直感的に思うかもしれません。ですがそれは間違いなんです。まずそもそもですが、多くの若い人は自分の仕事の負担が重すぎると考えています。あなたもそうではないでしょうか。もっとたくさん仕事をくれ、もっと責任が重い仕事をしたいと考えている人はあまり多くなく、自分の能力と仕事が合っていると感じる人の割合は20代で 54.5%、 30代で 56.2%、40代で 54.3%。 つまり半数程度は自分の仕事に能力が合っていない、負担が重すぎると感じているんです。しかしですね、自分の能力が仕事と合っていると感じる割合は50代前半の 60.9% から60代後半では 71% まで上昇するんです。
つまり定年後の小さな負担が軽い仕事がなんだかんだ自分の能力に合っていると考える人が多いということです。実際仕事の負荷が課題であると回答した人は40代の 31.8% をピークに70代前半の 8.3% の水準まで下がり続けます。これは今働いている世代の人はよくわかるのではないでしょうか。自分が持つ能力に対して仕事の負荷が重すぎる。仕事において数々のスキルを身につけなきゃいけないし、資格勉強もしなきゃいけない。さらには管理職になればリーダーシップを磨く必要もある。こういった絶え間ない成長を求められ続けることに対して高いプレッシャーを感じている人も少なからずいる。これは間違いない事実です。一方で定年後には仕事における過度な負荷から解放されます。その結果仕事の負荷が低下、能力と仕事負荷のバランスが適正化、多くの人にとって仕事は心地いい水準に調整されていくんです。結果として定年後の仕事の方がむしろ満足度が高いなんてことが起こりうるんですね。実際に仕事の満足度と能力と仕事負荷のバランスとの関係を見ると、その相関関係は非常に強いことが分かっています。つまり自分に合っている仕事をしている人の方が仕事に満足して働けている人が多いんです。さらに自分の仕事に関して強い不安、悩み、ストレスを感じることがあるかと質問すると、現役世代の労働者の半数以上が何かしらの強いストレスがあると回答していますが、60代以上の 65.1% の人が仕事に関する強いストレスはないと答えているんです。仕事には一定のストレスはつきもの。それにもかかわらず定年後の就業者が強いストレスを感じずに働くことができている。これは仕事に関するストレスの原因として主なものが仕事の量や質、仕事の責任、対人関係などであり、定年後の仕事はこれらのストレス原因が少ない仕事を与えられがちだからだということが考えられます。最初に定年後には一定数の人が能力の低下を感じ、それに合わせて仕事のサイズも小さくなる、そして報酬も下がってしまうと述べました。最初に本書でこの言葉を目にした時はやっぱり定年後の仕事はつまらないのかななんて思いもしましたが、今は違います。仕事の量や質、責任が少なく難しい人間関係も発生しづらい小さな仕事だからこそストレスなく働くことができる。むしろ仕事に満足感、幸福感、充実感を持って働くことができるということです。もちろん小さな仕事なんかに満足できねえぜ、俺は定年後もバリバリ働きたいんだという人もいます。ですがそれは少数派。多くの人は定年後に仕事に関する能力と負荷の緩やかな低下を感じながらも、結果的にはその関係性に納得感を抱き満足して働いている。これが事実なんです。こう考えるとむしろ定年後の仕事というのはボーナスゲームのようなものなのかもしれません。定年まで頑張って重い責任を背負いながら過剰な労働をしてきたご褒美として、そういった責任から解放され自分の能力に合った仕事を楽しみながらすることができる。こう考えると将来定年後に働くのが楽しみになってきませんでしょうか。ただここで大切になってくるのが、私たちのチャンネルで何度も何度も口酸っぱく語らせていただいている健康なんですね。60代でも健康に全く気を使わずに生きてきた人は体がボロボロ、ガタが来てしまっているなんてことも珍しくありません。そうなるとせっかくの人生のボーナスタイムである定年後を楽しみ尽くすことができません。働くこともできず年金支給開始を遅らせることも難しくなってしまいます。体が資本、全ては健康が根本なんです。70歳になっても80歳になっても健康でありさえすれば人生の最後の最後まで働き抜くことができます。本書を読み定年後の人生について真正面から考えながら、同時に本チャンネルで健康についての知識をつけ、健康寿命を伸ばし伸ばし伸ばして、この人生100年時代を生き抜いてほしいと思います。それでは第2章のポイントをまとめておきましょう。ポイント1、
総務省国勢調査によれば、2020年における70歳男性の就業率はなんと 45.7% であり、すでに半数近くの70歳男性は働き続けるという選択を行っている。ポイント2、定年後、多くの人は仕事の量のほか、仕事の難しさや仕事における権限など、仕事の質に関する項目、さらに仕事からの報酬も低下した小さな仕事に取り組むことになる。ポイント3、しかし定年後の小さな仕事に無理なく従事しながら、日々つつましくも幸せな生活を送っている人たちの姿こそが高齢期の典型であることを様々なデータが示してくれている。ポイント4、つまり定年後の小さな仕事はむしろ楽しい仕事であり、仕事を含めた定年後を楽しみ尽くすために最も重要なものは健康である。第3章、定年後はむしろ幸福度が上昇する。幸せな老後を生きるために必須の小さな〇〇とは。定年後は仕事に向かう体力や気力が緩やかに低下し、それに対応して仕事の負荷も下がります。そして多くの定年後の就業者はこのような小さな仕事に前向きな意義を見出すようになる。しかし今現役で働いている私たちは、なぜ定年後に多くの人が小さな仕事に前向きな意義を見出せるようになるのかがわからないかもしれません。そこでここでは定年後の仕事の意義と幸福について考えていきましょう。人は何を求めて仕事に向かうのか。まず大前提としてお金が欲しいからというのがありますよね。しかし働くことの意味はそれだけではありません。自分の能力が活用できる喜び、人の役に立てた嬉しさなど、働くことによって得られるものはたくさんあります。その中で現代の日本人が働く上で感じる価値観は大きく6つに分類できることが分かっています。それは他者への貢献、生活との調和、仕事からの体験、能力の発揮、体を動かすこと、高い収入や栄誉です。この言葉自体は覚える必要がありませんが、仕事の価値というのは収入だけじゃないんだよということを押さえておいてください。多くの人にとってこれらの要素が働く上でのモチベーションとなっているんです。ただどれを重視するかは年齢によって違いがあります。例えば20代は仕事に多くの価値を見出しながらも、最も重要視しているのは高い収入や栄誉だということが分かっています。ただ20代の時期というのは他の要素のポイントも高く、収入や栄誉を重視しながらも他の点においても仕事に価値を感じていることが分かります。とにかく仕事をすること自体を楽しみ、経験を喜んだりできる、さらにはもっともっと能力が発揮できる職場で働きたい、もっと多くの収入が得たいと向上心むき出しで頑張れる、そんな仕事に価値を見出せる世代が20代なんです。しかし年を取るにつれて仕事を通じて感じる価値は減っていきます。30代になると多くの因子が急激に下がり、仕事に対して緩やかに価値を感じなくなっていくんです。これは皆さん経験したんじゃないでしょうか。多くの人が仕事に対する希望に満ち溢れていた20代から、人は徐々に仕事に対して積極的に意義を見出せなくなっていきます。そして落ち込みの谷が最も深いのが50代前半。50代に入るとほとんど仕事に価値を見出すことができなくなってしまうんですね。自分がなぜ今この仕事をしているのか、それすらわからなくなってしまう。こういったことに共感する人は多いと思います。自分がなぜこの仕事をしているのかわからない、やりがいがない、つまらない、やめたい、そんな仕事に対して価値を感じない状況が50代から60代まで続きます。地獄ですよね。ですがそれで終わりではないんです。なんと70代に入ると一転して20代の頃と同じくらいに仕事に価値を見出すようになるんです。ただしその価値は収入や栄誉といったものではなく、他者への貢献、生活との調和、仕事からの体験、能力の発揮、体を動かすことなどが大きくなってきます。特に他者への貢献と体を動かすことなどは20代では重視されない価値観、つまり70代に入って新たに重視されるようになった価値観なんです。あなたはもしかしたら今仕事に価値を見出すことができず、働くことに嫌気がさしているかもしれません。
そしてこの動画で定年後も働かなきゃいけないと聞いて、もう人生すら投げ出したくなっているかもしれません。ですがそのあなたの今の考えと定年後60代70代になったあなたの考えは違うかもしれない。現に多くの70代の人は仕事に価値を見出し、仕事をすることでむしろ人生を充実させているんです。仕事を通じて人や社会に貢献し、彼らを喜ばせ幸福にする。仕事で新しいことを体験することを楽しむ。仕事を通じて体を動かすことに価値があることに気づく。など、これまで感じてこなかった仕事の価値を見出すようになって、定年後の仕事も悪いもんじゃないなぁと思える時が来るかもしれません。というか、多くのデータが示しているのはそうなる可能性が高いということです。また定年を境に仕事満足度が急上昇するということも分かっています。年齢を追いながら仕事満足度の推移を見ていくと、現在の仕事に満足している人の割合は20歳時点の 44.2% から30歳には 36.8% まで下がります。その後50歳時点の 35.9% まで低調に推移を続けます。つまりですね、30歳から50歳までは3分の1程度しか仕事に満足している人がいないんです。しかし50歳以降は一転して仕事に満足している人の割合は急上昇。60歳の就業者の 45.3%、 70歳の就業者のなんと 59.6% が仕事に満足していると答えているんです。つまり70歳の就業者の5人に3人が今の仕事に満足しているということです。すごいですよね。さらに定年後には仕事に熱心に取り組んでいた、仕事をしているとつい夢中になってしまった、生き生きと働くことができていたと答える割合が高くなっていくんです。仕事に熱心に取り組み夢中になることができる、そして生き生きと働くことができているという実感を持てる。定年後のこうした姿とは対照的に、定年前の人はこのような働き方ができていません。例えば50歳で生き生きと働けている人は 27.8% しかいないんです。定年前の仕事のこうした現状があるからこそ、やりがいのない仕事をいつまで続けなくてはならないのかと不安を多くの人は抱いてしまっているんです。ですがデータの数々を見てわかることは、言ってしまえば定年後の仕事はとても魅力的だということ。だからこそ定年後にも働かなきゃいけないのかと将来を悲観する必要は全くないんです。また定年後の楽しみは仕事だけではありません。仕事と幸せな生活の両立ができるというのも定年後の楽しみの一つ。定年後、年を取るに従って幸福度は高まっていくということも調査によって明らかになっています。調査に対し幸福であると答えた人の割合は20歳時点の 48.4% から年齢を重ねるごとに下がっていき、50歳時点では 38.2% とほぼ底を打った後、それ以降は急速に幸福度が上昇。60歳時点では 45.1%、70歳時点で 54.9% の人が幸福な状態にあると答えています。幸福度も仕事に関する満足度と同様、50歳くらいを底にして U 字カーブを描いて上昇していくんです。働きながら豊かな老後を幸せに生きる、これこそがこれから先の私たちに待っている素敵な未来なんだと想像することで、将来に対する不安がいくらか軽減できるかもしれません。本書が語る現代の本当の定年後をまとめると、誰もがその時々の状態にあった小さな仕事に従事しながら、無理のない仕事と豊かな消費生活を両立している姿にあります。現役世代の競争的な仕事から解放され、幸せな生活を送るための小さな仕事を積み重ねる定年後は、まさに現代の多くの人が思い描く理想的な生活と言えるのではないでしょうか。事実、定年後の就業者の多くが無理のない仕事と豊かな生活を両立しながら幸せに暮らすことができているんです。たとえ高齢期の仕事が小さな仕事であったとしても、それは確かに確実に誰かの役に立っています。こうした小さな仕事を積み重ねていくことで、人口減少が続くこの日本を小さくても豊かな国にできるはず。そうした思いがビシビシ伝わってくる本書をぜひ一度手に取って読んでみてくださいませ。さあ、それでは第3章をまとめておきましょう。ポイント1、
20代では多くの人が仕事に対する希望に満ちあふれ、仕事に価値を感じているが、徐々に仕事に対して積極的に意義を見出せなくなっていく。しかしその絶望は50代で底を打ち、定年後はむしろ仕事に価値を感じるようになる。ポイント2、現役世代の多くは定年後も仕事を続けなきゃいけないということに対して絶望感を抱いているが、実際は定年後多くの人が仕事に価値を見出し、仕事をすることでむしろ人生を充実させている。ポイント3、高齢期の小さな仕事は確実に誰かの役に立ち、そうした小さな仕事を積み重ねていくことで人口減少が続くこの日本を小さくても豊かな国にできる。いかがだったでしょうか。とても素敵な書籍ですので、ぜひぜひ買って読んでみてくださいね。ということで、ここまで長らくご清聴ありがとうございました。今日の動画良かったよという方、ぜひぜひ高評価ボタンだけでもポチッと押していただけますと励みになり、より一層頑張れますのでよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしています。さようなら。最新動画を見たい方は左をクリック、おすすめ動画が見たい方は右をクリック、チャンネル登録もお待ちしています。